最近はすれ違い全くやってないクラウドです。まあ最近ね、やってる人もいないんですよね、 3DS 持ち歩いてる人がね。だからね、やんなくなったっていうのは、てか皆さんもそうですよね。というわけで今回はそんな感じでね、久しぶりにすれ違いするために 3DS 持ち歩きませんかっていう、そういうタイトルにしてるかと思います。まあ、その理由なんですけどねマジ個人的な理由なんですけどね、久しぶりにちょっと出かけることになってね、ミスったわ。関東あたり行くんかね。まあ自分関西住みなんですけど、関西言ってもまあうーんって感じなんですけどね。まあまあそんな感じなんですよ。てか京都ってバレてるから、まあ、京都に住んでたっていうか京都生まれなだけなんですけどねどことも言ってないんですけど、まあまあ京都にはそれなりに愛があるっちゃあると思いますよそんな神社巡りとかしてないんだけどね。まあそんなね、関西人が久しぶりにね、ちょっと用事で関東行くことになったんで、用事にしとこう。個人情報を漏らすのは、あれなんでね。というわけでね、久しぶりに俺はすれ3DS 持ち歩いてちょっとすれ違い狙ってみようかなって感じなんでね、よかったらね、マリカ7持ってる方はね、まあ別にね、どこ行くかは言わないんですけど、まあ、すれ違いませんかっていう、みんなもなんか持ち歩きませんかっていう話ですね。ここ OK で、まあ今日ね、何時だ今、3時半くらいかな。でニートタイムポジなんですよ、昼のね。なんすけど、なんかすげえいい部屋に当たった気がするんですよね。裏でごちゃごちゃなんかしてそうな気がするんだけどな、なんでこうなってるんだろうな、本当にな。ガチャ、やったやったやったひどい。まあわかんないけどね、ちゃんと見てないから、まあ、そんな感じもするような気がするんですけど、でもね、なんかすげえいい部屋なんですよね、本当に。レート帯高いんですよね、大学生はね。結構友達がいなかったら時間は割とある方なんでね、多分ね。まあその大学によりますね、沼大学なんでね俺は。というわけでこのレースで、あ、ちゃう、この部屋でちょっと走っていこうと思います。よろしくお願いします。それは皆さん知ってますかね、そのカンストっていうのあるじゃないですか。まあ VR カンストっていうのが、まあ俺はそう VR カンストしかしてないですよね。まあそれだから1個しかね、1つしかカンストしてないんですよね。その他に勝ち数、負け数、コイン、あとコインもやってた俺。コインとあとなんだ、すれ違いか、それで5個か。勝ち、負け、VR、コイン、あれなんだっけ、あとすれ違い、勝ち負け、コイン、すれ違い、VR か。ああ、ちょっと、沼すぎるな、俺、記憶力が。まあ、ああ、ミスった。で、まあ、5つの値があるじゃないですか。で、それでまあ、なんだろうな、2値カンストなり、おお、3値カンストなり、3値、3値、いや、多分合ってるわ。まあ、そんな感じで、まあ、カンストにもいろいろな種類がありましてね。で、ついに、ね、最近なのかな、多分最近だと思うんですけど、ついにね、世界初のゴチカンストが出たんすよ。本当にすごいことでね。まあそれで一番本当に難しいのがね、すれ違いのところなんですよ。すれ違いを完走させるのは本当に難しいんですよ、このゲーム自分でマリカー7を何個も所持してて、 3DS も何個も所持してたらワンチャンできることも、まあ、何年か経ったらできると思うんですけどね。で、まあとりあえずね、どうなんだろう、どういう感じでやったかわかんないですけど、まあ、多分普通に本当にすれ違いだけでやってたんですかね。でもすごいなっていう、本当におめでとうございます、ということでね、ゴチカンストが出たんですよ。すごいことですよね。多分次っていうのがね、全然いないと思うんですよね。ようけすれ違いやってる人でもさ、多分なんだろうな、2万とかそんなもんだと思うんですよね。俺も何回だ、500回とか
500から1000回くらいの雑魚なんでね、できる気がしないんですけどね。あぶねえ。ああ、ジャンプアクション。ちょっとボロ負けしたわ、そんな話してたら。まあ、というわけで、そんなことがありましてね、すごいなっていう。おめでとうございます、マジで。はい。で、俺はアホみたいにね、出会い中みたいなすれ違いしようぜっていう、名前出してるけど。まあいいわ。早いな、この部屋。で、実際のところみんな最近すれ違い、というか 3DS 持ち歩いてないし、っていうか、もうみんなスイッチに移動したか。もう一個ね、動画タイトルを稼ぐためにやろうとしてたことなんですけど、まあいいかも。うん、もういいわ。もう言うんすけど、ついにね、3DS の、なんだっけな、販売ソフト、新しい新作ソフトっていうのが、6月で終わったんですよね。ちょっと言い方下手だし、俺のプレイも下手だったわ。とりあえずもうね、3DS の新作ソフトが、の欄が、確かね、消えたっていうか、そう、リンクが繋がらなくなったっていう感じになったんですよね。任天堂公式サイトを見たらわかると思います。はい。うん、まあ、公式が言ってたわけではないけど、まあ、そういう検索ができなくなったっていうところから、まあ、ついに終わりが来たんかなっていう、そういう、あ、ミスった。まあ、そういうことがありましてね、ついに 3DS も終わるのかっていう、あ、いや、待てよ、これは、また違う時にネタにしよう。いや、まあいいか。どっちでもいいよ。おお、生きてる。生きてる、次の時のネタにしよう。タイトル決める時に、そうしよう、でもこういうのって難しいよね。最初から自分で決めとったタイトルの時に限って、なんかいい好プレイができた時に、どういうタイトルにするかっていうのは悩ましいですよね。だからあらかじめタイトル決めるのってあんま良くないと思うんですよね。まあマリカ7も俺もう結構やり尽くしたかあるんで、そんなないんですけどね。どこ当たんねえ。まずくない。あ、セーフ。下手だな俺。許してほしい、本当に。最近やってないから。ラストレースにしますか。というわけでね、まとめるとですね、ついに、まあ、すれ違いをカンストしてね、ゴチカンストが出たっていうお話と、まあ、個人的な話なんですけど、今週の土日あたりに関東あたりに出没するんで、皆さん 3DS 持ち歩きませんかっていう、そういうお話です、今回は。本当に。そんなクソみたいなお話、クソって言ったら悪いな。俺の個人的なやつがクソなんだけどね。まあ、すれ違いの感想のやつはマジすごいんでね。本当にすごい。褒めてあげてください。まあ、そうだな。まあ、関東行くっつってるけど、まあ、せっかくなんでね、皆さん、なんか出かけるときにね、今週の土日くらいはね、持って行ったらどうですかね。まあ、大体もう最近俺の動画伸びたくなって、マリカ7でももう2000回くらいなんですけど、まあ2000回ってことは2000人見てるってことじゃないですか。一応ね。多分ね。だから2000人見てたらワンチャンね、そう、しゃあねえ、持っていくかってなってね、2人くらいすれ違えるかもしれませんね。俺の見てる方で。だからまあ、本当に持っていきませんかっていう話ですね。今週の土日くらいは。そういう日にしましょう。俺、ね、下手だな、喋り方。まあいいわ。いつものことだから。で、そんな話をしてたら、いや強いな、みんな。俺、置いてけぼりにされてんだけど、まして。もう勝ち筋ないんだが。いや、勝ち筋が見える。止まるか。いや、止まらねえ。俺は止まんねえからよ。その先に俺はいるぞ。三段階しかマジないんだよな。ああ、ダメだ。いや、貯めてもよかったかもしんないっすね。本当に。いや、なんかようわからんけど4位まで来たわ。
まあ4位ということで、俺も4地完走を目指して頑張れっていうことですかね。そういう感じで終わりですか。いや、俺は、それはそこまではしない。せめてできても多分8冠までかな。だから3地完走までなんですかね。まあ、そんな感じで、みんなすれ違いやろうぜっていう、そういう動画でした。ありがとうございました。